ニラそばのスープできました。いいですね。どうも、料理人さんリュウジです。私まだね、一滴も飲んでいない状態でテンション上げるために至高のレシピやっていきたいと思います。今回はですね、よくね、中華屋さんにあるようなラーメン作ります。至高のもやそば。もやそばにしてもすっごい簡単なやつ。サンマーメンとかは結構いろいろ野菜入ってるんです。今回もかなりシンプルに作ります。至高シリーズなんですけども、非常に作りやすい感じになってると思います。なんで今回は自宅で簡単に作る、でも中華屋さんの味がする至高のもやそばやっていきます。リュウジのバズレシピ。大丈夫でしょうか。まず麺ですね。はい、麺が 130g の生麺を使っております。はい、これは用意してください。中太麺ね。もやしね、もやしそばなんでもやしですね。 100g。 ニラ4分の1袋だから 25g。 豚こま肉、こま肉でいいです。バラ肉とかでももちろんいいんですけども、こま肉を細切りにしてもやしと一緒に食うやり方が僕一番うまいと思うんで、あえてこま肉使ってます。かつお節が 2g。 あとは概要欄に調味料が書いてありますので、そちらをチェックしてみてください。至高のもやしそばを作る上で何が重要か、なぜ至高のもやしそばで飲んでるか、獺祭焼酎、これをすすっていきたいと。ということで獺祭焼酎を飲んでいきたいと思います。すすっていきます。あ、濃いね。ということで、ね、焼酎をすすりながらやっていきます。まずね、お野菜カットしていきます。これニラね、ニラはだいたいね、お箸で掴みやすいように4センチぐらいでこういう感じで、ね、切っていきたいと思います。豚肉、豚こまをあのね、こうやってね、まとめてちょっとね、細い感じで切ってください。そうすると豚こまね、これ豚こまはそのまま食べると結構硬い食感なんですけど、細切りにするとね、すっごくね、食べやすいんですよ。なんで豚こまはこうやって細切りにしてください。そしたらこちらのかつお節、レンジで40秒加熱して粉にしていきます。はい、これ池盛りシステム。皆さんすいません、あのちょっと僕忘れてまして、生姜ね、生の生姜あると結構あの香りが豊かになるんで、生の生姜をちょっとみじん切りにしていきます。生の生姜がなければチューブの生姜でもできなくはないんですけども、やはりね、生の生姜には勝てないね。千切りにしたらこうやってね、横にちょっとみじん切りにしていく。こう炒めていくとね、すっごくいい香りがするんでね。これ 5g ね、こんな感じ切りました。はい、でここにラードね、大さじ1杯、なければ普通のサラダ油でいいんですけど、ラードがあるとコクが深まります。大さじ1杯ぐらいね。でここに生姜ね、ここに豚こまもね、塩コショウしてください。軽くね、軽く塩コショウで、これも炒めて、で、皆さんはこの時点であのお湯も沸かしておいてくださいね。後でね、麺茹でるんでね、はい、お湯も沸かしておいてください。これを炒めていくんですね。で、こんな感じで火通ってきましたね。こうやってね、調味料と スープを作っていきます。水 400cc、 もうここに炒めたらここに入れちゃいます。今回は、ね、即席スープを作りますんで、はい、でここに、まあ、これソーミシャンタンね、あのウェイパーでも全然できるんですけども、ソーミシャンタン僕いつも使ってるんで ね小さじ1杯で、オイスターソース、オイスターソースコクが出ますんでね、オイスターソース小さじ2杯です。見てください、コクとね、深みをね、与えてくれます。で、お醤油ね、小さじ2杯ですね。で、味の素がヨンフリ。すいません、あのさっきね、チンして忘れてたんですけども、この鰹節、ね、砕いてここにね、入れます。砕いくことによってラーメンの旨味をもたらしてくれるんです、鰹節が。あと香りね、鰹節の香りと鰹節の旨味をこのスープに溶かしていきます。鰹節のイノシン酸と相性がいいのがさっき入れた味の素ですね。旨味の相乗効果でスープに非常に強い旨味がつきます。調料入れて沸き立ったら、このもやしたっぷり入れますよ。これ少ししなっとなるまで茹でます。もやしもね、あまり茹だりすぎるとちょっとしなしなになっちゃうんで、少しね、ちょっと透明になるぐらいまで茹でます。まあ、だいたいもやし入れて1分弱ぐらいかな。はい、そうしましたらニラも入れちゃいましょう。ニラはね、結構ね、茹だんの早いんでね。そしてこうしたら片栗粉大さじ1杯とお酒大さじ1半、これ混ぜたものを入れます。お酒の香りとね、水だとね、あの旨味がね、ないんでね、
酒で溶いた片栗粉で、とろみをつける、はい、で片栗粉入れるときは、ね、ちょっと火力落としてくださいね。そうしないとダマになっちゃうんですよね、はい、で入れて混ぜてください、はい、でこれでとろみをつけていく。火をちゃんと入れることによって、このとろみがね定着します。そして最後にごま油、ね、香り付けで大さじ半分ぐらいね入れて、で黒胡椒ね、胡椒の香り非常に重要なんで、はい、でこれ軽く混ぜて、はい、これでニラそばのスープできました。そしたらこれはちょっと温めておいて、はい、で沸かしておいたお湯でございます。これでねラーメン茹でていきますね、まあ、ラーメンは袋の表示通りに茹でてください。はい、じゃあ湯切りしてます。そしたらねここに入れてください。よく湯切りしてくださいね。よく湯切りした麺を入れてください。じゃあさっき、とろみをつけたこのスープを入れていきます。おー、とろみがいいですね。最高のとろみで、ちょっとねここでね少しね麺をほぐしてあげると麺にとろみのあるスープ絡むんですね。ということで至高のもやしそば完成です。はい、それではですね、できましたので食べていただきます。肉の食感も最高に、スープがうまいね。即席で作ったと思えないスープです。野菜の火の通しが完璧です。野菜がもっとシャキッとしたいっていう方はとろみをつけたスープの中にニラともやしを入れてください。めちゃくちゃうまいよこれ。本当に中華さんの味です。これはここで味変カンフーチェンレーション。最後にラー油でしょ。好きな方はねお酢入れてもいいと思います。うわスープうまい。街で一番うまい中華さんのラーメン。ということでおはようございます。乾杯。とろみすごいね。いただきます。よし、うめえ。シンプルな味、うん、使ってる材料自体めちゃくちゃ安いからね。とろみが俺はいいと思ってね。もやしが入ってるとちょっと水っぽいかなみたいな感じが出てくるんだけど、とろみがあることによって全体一体感が、町中華だとね酢入れるからみたいなね。うまこれはいい。酢うまいな。これは作る、うん、簡単でしょ。簡単、うん、マジで20分作る。いやこれは実用的な。これは素晴らしい。ということで皆さんもこの至高のもやしそばよろしくお願いいたします。やっぱりね俺ラーメンやるときに絶対言ってるのいつもね、すすることが大事だからハイボールすすっていきますみたいなね。はい、まあ、それも皆さん飽きたと思うんで、今回はね、まあ、すするまあすするのが大事ですよ。もちろんラーメンってね、まあ、前回ね、なんだろう、何ラーメンタンメンとかでもすするとかもうそれもう毎回ワンパターンになっちゃうんで、今回はねちょっと別の理由用意しました。